本集节目由 OPPO 赞助播出。OPPO Mega Bold and Pure 大胆纯粹设计，展现德国极致工艺美学，极简直觉的车内空间，操作面板简单不繁复，适合女生驾驭。Level 2智慧驾驭辅助，轻松应付市区的交通状况。还有汽油环保动力跟纯电动力，有两种选择。没有问题，没有问题。哦，我刚不想按照。啊，你要动作再快，不好意思，没有问题，没有问题。体内的时间，谢谢谢谢。体内的时间，德国潮流修旅车 ，OPPO Mokka。あのね、ちょっと。现在派头一定要这么大就对了。派不是这样讲，因为我们是 depends， you know， 就看跟什么人今天做什么事情，最主要是这样。今天这位贵宾真的很特别哦，只要各行各业能够做到一个 the top, the only, the one, the best， 就是我的偶像。所以我们今天的宴请的这位贵宾 ，yes， 是远自日本而来，可以算是已经是享誉国际。享誉国际，因为贵宾可能已经在里面等我们了啊，我们赶快去热切的。迎接他，对对，而且我们今天准备了很多的菜肴，通常都是贵宾要准备，但是因为他远自日本而来，当然，所以这一托由我来准备啊，我请到金华酒店我的好友金华轩的名厨哦，巫师傅精心设计这一餐 ，Oh my god， 好，来多多多上，多多 ，Check it out。ホッセイ、ホッハイ、びっくりしました。ロランドさん、よろしくお願いします。はい。下班去吃饭能够请到他，简直是蓬荜生辉。我很少用"蓬荜生辉"这四个字。キラキラみたいですね。嬉しいですね。すごいな。キラキラみたい。元宝拿来，元宝。元宝，元宝拿来。元宝，元宝。哎，他很知道入乡随俗哎。旅館はからなんかガンガン来てなんかキョロキョロ大変じゃないですか？大丈夫ですよ。没问题，没问题。あ、注文できますか？ちょっとだけね。ちょっとだけ。ご案内高手。あ、ご案内高手。ご案内高手。ご案内高手。だって。木曜。我如果日文的话，数字の四で書いてあって、木曜四兆元で。これどういう意味ですか？実は番組の放送の時間は毎週の木曜日で。木曜日。中国語の発音は木曜四超晚。木曜四超晚。啊，すごい！因为我有看过罗兰德桑他之前的一个影片，他自己来台湾，他带他除毛公司的员工来游览台湾，而且他有去庙里面拜拜。然后还有看到台湾的一些神明，然后最后问他有什么心愿的时候，他居然是说他希望他和他的员工都能够幸福的过着美好的生活。啊，我听到这句话以后，我非常的感动。まあやっぱりこう、自分の幸せをね願える人って多いんですけど、自分以外の誰かをやっぱ幸せにしたいって思える方が、僕が神様だったらね、そういう人を助けてあげたいと思うんで、例えばなんかいろいろ神様だったらお願いされるじゃないですか。お金持ちになりたいとか、かっこよくなりたいとか、そんなやつよりも僕の母親を幸せにしたいとか、僕の彼女を幸せにしたいって思える人の方が、僕が神様だったらよしよしてしてあげたくなるんで、なので僕はあの時こう誰かの幸せを願いましたね。因为很多人都是求财啊，要不然求子啊。问一下，那个像玛利亚日本人，他这样讲的话，日本人会觉得卡酷吗？很帅，而且是罗兰德桑是有一点点有就是特别的人，就是又有一点点坏坏的印象也有，所以这种人讲出来这种话，觉得哇好帅哦，更有深度的感觉。好，哎，会真的会很会爱上他吗？这样子？就是觉得我刚刚也是完全忘记节目，就是一直看，就是你会看到他，然后再看到我吗？哎，泰山也在吗？哎，这个画面现在就是他，而且画面是我本人，我本人。今的要，今马上要收演，对，是不是？嗨 ，Roland 上的那个发型在日本是珍しい，珍しいですね。
卷发的黑金金色，而且很少男生可以驾驭。对啊，想要留长发又然后又金，像这样子做一个这样的头发，嗯，在日本大概通常要多少钱？多少钱？估价的话，哎，日本九万。不会，可是日本通常染头发就25000日元币，但是这么长哦，嗯，然后又是金色要漂再染，漂可能会3万，不会35000左右吧，日元币，那也是很雅士，嗯，而且我猜搞不好都染头上没有再黄了，它就是漂白而已，哦，有可能，哦，因为它这样会很持久，如果只是漂掉就撑着的话。像我们的那个御用造型师 Kino 不都顶个大金发吗？他就是没有染，他就是漂而已。嗯，你懂意思，把黑色素洗掉这样。好，那不会毛吗？毛毛的。不会啦，现在因为我看他的发质蛮好的，用的。对啊，他用那个，他的那个润发，我记得是去沙龙润的，不是在家里用润发乳洗。对啊，对啊。那这样润发一克是个？润发没有很贵的，没有贵吗？嗯，可能8000之类的。那还是便宜。对。因为台湾现在润发可能要台币8000，现在这么贵吗？贵吗？还是去顶级什么贵妇才能去的沙龙？一个老郎，然后说，我现在润发要8000，然后两个女生说，真的假的？要可能现在都比较贵。哎，诈骗团。嗨，豆豆，豆豆，七彩指路嘛，但是呢，他只想要求的是大家员工幸福的生活，这点是让我很感动，这跟我是有一点雷同的地方。いわゆるトークスキルですよね。そうですね。やっぱりゴンゴンさんは不会聊天。没有，他是真诚的。哎哎，那他想多吉ですか？我啊，说啊，本当ですか？我说びっくりしました。我也没有说，没想到说他就是能够猜出我跟他差不多同龄的。哦，有些我也是惊讶，真的。而且他很真诚的这样讲。真的吗？是的，看得出来。你看出来吗？我是看不出来，因为他戴墨镜，看不太出来。哎 ，Roland 上其实比我小，你知道吗？跟我差不多，差不多。但是，所以我跟他其实 Roland 上跟你差不多。对，你就在的是比我大2岁之类嘛，还在20。你就在几岁？也那个考考多斯的39になりました。嗯，他30，所以其实小我有个8岁，嗯，所以算是我的后辈。那他等于是20几岁就出道，就出名了。对啊，所以可是他的气场很强，嗯，我看到他很能把他当后辈跟他讲话，很奇怪，是不错，因为可能他的历练比较不一样，比较多，厉害。啊，这种，哎，本当に嬉しいだよ。てか若くいるためになんか美容お肌もお肌綺麗だから。何やる？すごいありがとうございます。何もやってない。自然的言语就会说这样，他连对男生他都会这样摸你，你就会有心动，哎，怦然心跳魔法。他是一个真的是很有魅力的人，真的会爱上，对，他是真的很有魅力，就是说他有一种怎么讲，就是有一种魅力，对，魅力库卡里，而且跟我 host 的人通常都感觉讲话有一点，他蛮诚恳的，是，有很对着人的眼神讲话，对，感觉连太太都相信，对，我真的20几岁的那种，有个魔法，差不多，但不就是让人觉得，哎，真的吗？就是没有那种，哎，なんとかじゃん，对，就是会真的发自内心的高兴。没有吗？没有。你有吗？有吗？有。哎，坐走。名字大概。是啊。我是觉得这是我从刚刚到开始，我的感觉就是我觉得他是一个很平易的人，平易近人的一个人，很亲近的人。
結構そのなんか生意気そうな感じで僕見られることが多いんですよ、日本のメディアに出ても。そうでも実際そんなことなくて、あの本当僕話すの大好きなんで、でもそういう風にあの受け取ってくれたのはねすごい嬉しいですよ。カメラの前の皆さん本当勘違いしないでください。因为刚刚那个乱斗厂他讲到说他刚问我脸有没有保养，所以说乱斗厂他是不是有出什么保养品，然后他有什么特别的保养的方法。脱毛サロンをやってまして、あのヒゲの脱毛をやってるんですよ。で、あの台湾の人たちは男性特に脱毛しないですもんね。でも本当暑い国なんで、ヒゲがあるかないかだけでもすごい変わってくると思いますし、何よりも清潔感のある男になれるんで、僕ね脱毛すごいおすすめしたいなと。人只要毛比较少，看起来就是会比较年轻。そしてあの鼻の毛は一緒に抜きますか？鼻はできないんですよ。でもここの部分、ここの鼻の下とここの顎のところはできるんで、もっとかっこよくなる。でも私の毛はちょっと少ないって。少ない方だからすぐ多分なくなると思う。ツルツルになります。そしたらもっとお肌綺麗に見える。全部。そう。台湾はでも何ヒゲがある方がモテますか？どっちですか？台湾有人支持胡子，有人不支持胡子，因为我也曾经长过一阵子胡子。ああ、そうなんですね。日本だとまあ 80% がヒゲがない人の方がモテる。でも私がヒゲが。これは。でもヒゲはありますから。你曾经说过あのね、私はヒゲがあるの。そう、あの因为我喜欢野性的、比较灿烂、直眼那种。主演内丰。对，主演内丰啊，都放浪兄弟那种，所以我觉得ヒゲ蛮帅的。そうですね。洋洋さんね、我觉得都好看。都好看。我觉得每个人适合的不一样啦。是这样子，我觉得都好看。是说，对，都好看。我担心。我感但是真的日本大部分的女生可能有喜好吗？譬如说可能真的觉得干净的比较帅，还是我觉得个人 economy 就是喜好，但是个人的喜好，但是通常看电视就是会出现的男艺人通常没有胡子，可能80%的人没有胡子，所以可能他会这么说。kiss の時はあのひげはどうですか？有胡子的人亲过我，只有爸爸经验。然后那时候爸爸亲我的时候，有胡子觉得很痒很刺。爸爸的亲的感觉不一样。あの彼氏のキスは引きがある人がどうですか？可能要试看看才知道。你不是跟你是，不要摸，你再等我一个礼拜。不要摸，不要摸，不要摸，你可以去吗？不要摸，不要摸，不要摸。听米露骨汤也可以感受一下。米露骨汤也会感受，不一样。米露骨汤它是软的啊，对对。泰山是硬的吗？硬的，硬的。阿龙呢？泰山是软的吗？不要讲了，嗨嗨，王哥上，嗨哥，嗨，次は。あの写真が見ます。あ、見たい見たい。あ、かっこいい。男らしい。ワイルドワイルドワイルド。え、サッカー？あ、サッカーですね。どこ？フランス？あ、そうです。フランス好きなんですか？あ、じゃフランスじゃないですよ。今回はあのアルゼンチン。でもフランス来てるじゃん。あ、これフランスですね。でもちょっと今回のフランスはちょっと残念でしたね。残念でしたね。そうですね。サッカー大好き？大好きだ。やってますよ。サッカーの大ファンですか？大ファン。あ、今回あの日本がちょっとあのね残念だよ。いやでも。そう残念だね。もしあの4年後で。絶対正解あの四位くらい。四位ぐらい。もしかしてじゃあワールドカップ日本の人応援してくれてたんですか？応援してなのね。そうですね。今回あの日本のサッカーはすごい。すごい。アジアの位置です。アジアの位置。絶対アジアの位置ですね。誰か知ってる選手いますか日本？選手はあのね。中寿那叫什么？中田英寿。中田英寿ちょっと昔だ。ちょっと昔ですね。昔ですか？いない。私の歌手が大好きは五木ひろし。あ、五木ひろしさん。五木ひろしさん。古いですか？ちょっと古いですね。じゃあの近いのは久保田さん。久保田さんね。久保田さんいいですか？そうですか。サッカー関係なくなっちゃったけど。あのピータンお先に。はい。あ、ちょっと待て、私先試一下、食べます。お願いします。すみません。はい。はい。いただきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ラ辛い。辛い。ダメだ。でも美味しい。でも美味しい。うん。でもこの上をさ、取ったらいける。取ったらいいと思います。うん。これがラですね。はい。ラ。いってきます。お願いします。少しピリ辛い。どうですか。ラ。すいません。
じゃあ僕がもし台湾の女の子とデートするなんたら台北でなんかどっかいいとこないんですかね。おお、多分ホテルみたいな。あ、やばい、やばい、やばい、なんだよ。ホテルのあのレストランで。例えばここですね。そうですね。例えばこちらですね。それからあのね便利ですよ。びっくりしちゃってちょっと涙が出てきた。本当に。多分な台湾はあのね台北の陽明山、陽明 Mountain 晚上的时候在陽明山有一个叫做秘密花园的一个餐厅，它可以看到整个台北市的夜景。ロラノさん、台湾の女性でイメージどうですか？全員可愛い。全美。台湾の年寄りはどうですか？年寄り。いやいや、なんか面白い。なんか元気。そういう時にその女性を口説く時になんか決め台詞みたいな。元気很有精神。这个成长大部分是已经没办法走路的。不是，不是要承担什么？元気元気だよ。元気だよ。元気だよ。元気だけやろ。あの小林さん今日元気だよ。元気だよ。よいしょ。それだけ。次はあのね。小林さん元気だよ。おい。生命有限的精神，这样。はいはいはい。病人です。元気だよ。元気。行きます。はい。はい。如果我先刚刚看到他的话，我会讲说 ，You look gorgeous today。啊，なるほどね。You look gorgeous。You look gorgeous。Is it your suggestion? Yes. I have one。僕の大好きなセリフでまずね、僕の大好きなセリフで、男には2種類の男しかいない、俺か俺以外かっていう言葉があるんですよ。でも女性に対しても僕その2種類女性はいると思ってて、それは俺のことを好きな女と、そしてこれから俺のことを好きになる女、その2種類だ。最高。これはでもこれはロランドさん専用ですね。タイさんがまね。如果不是ロランドさん，就是蔡哥讲说，女生分两种，一种是喜欢我的，跟即将喜欢我的。我要用拖去 pass。我对你去找刀。对。不过他这样讲就会觉得很帅，很 OK， 很帅。对，他这样很帅。我觉得他女生应该分两种，一个就是喜欢我的人，另外一个就是。即将喜欢我的。biu biu 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 biu。我觉得泰山可以，我觉得泰山也可以，不觉得恶心。Because 自信满满なのね。哦。そうですね。应该有。可是台哥讲有一种。台哥讲有一种霸气感，很开心的感觉，会觉得说会很姨母笑看着你，会这样，我觉得很温暖。而且就是说遗产快到手，难得哟，难得，全民遗产，遗产超人。是因为觉得大家都知道这个人做过什么，然后觉得很 respect， 所以才会觉得哦，讲起这种话很合理。说的是呢，觉得很好笑，像泰山也是。说的是呢，我觉得泰哥好笑。泰哥如果学会这句话，然后如果有一天我们上日本综艺节目，然后他就讲说。啊，他就学罗兰讲这句，大家有想。那这讲这句怎么讲？这句有点难。他刚刚是怎么讲的？他刚刚怎么讲？女の人も二種類の女の人しかいないんです。はい、しかないですね。一つは俺のことが好きな人。でもう一つはこれから俺のことを好きになる。すごい。日文太棒！我跟你讲，日文讲真的，日文讲太好了。日本人，我遇过全国讲最好的，同一个国家，我这辈子遇过日文讲最好的人。苦力吧，只有这两句，比我的老师还好。玛利亚さんの日本語の教室に絶対。ありがとうございます。一定要教大家这两句。はい、三月三十号开始上课。三月三十号开始上课。如果是从 I U L 开始 ，I U L 开始 ，I U L 就开始。はい、あります。因为通常台湾人有80%喜欢 I U L， 他就结束了。啊，ダメです。ダメですね。后面有很多好玩的内容。然后他ひらがな完了以后，カタカナ。カタカナ也有。他又不会。你要日文，你要督促很多台湾人想学日文的人。ひらがな完了以后，还要会写カタカナ。カタカナ。对。わかりました。因为很多的外来狗全部都用カタカナ。对，没错。然后重要的字也是用カタカナ来表现。すごい。对。看过我的日文故事吗？完全一模一样。一样的，一样的。一緒に。啊，一緒にやります。我可以当アシスタント。啊，真的アシスタントいいんですか？いいんですか？え、助教ですか？アシスタントですね。そうそうそう、我真的很高兴。老师在教的时候，可以帮他 massage。どうですか？ビエダピエン。画风一变。はい、行きます。はい、どうぞ。私、警察行っちゃう。ちょっとそしてそんな言い方は日本の女性は好きですか？あの
ね、日本の女性はなかなかこうアグレッシブに来られることに慣れてないんで、あのアグレッシブな姿勢の人に会ったら結構ドキッとすると思うんですよ。だから台湾の子、あのこれ、はい、突然問说，就是日本女生对于积极的追求是没有抵抗力的。什么意思？是就是说只要很认真的称赞，然后积极的追求，是很容易接受的。我跟你讲，这个就是台湾人哈，男生要注意的地方。嗯，台湾人很喜欢，比方说你不要说是还不认识了，嗯，就是即将你想约他，或者是即将想约他一起去看电影也好，吃饭也好，他很喜欢说，哎，你今天怎么穿这样？他都不懂得称赞，男生很讨厌。就台湾的男生有一点很不好，你应该看到女生肯定哎。就像外国人一样说 ，You look gorgeous today。我觉得你今天看起来很漂亮。哎，你想吃什么，或者说什么，就要一直不断的去称赞别人。你自己去想一想，你喜不喜欢被别人称赞？哎，还是会啦。台湾人很喜欢嫌别人。你刚刚讲的很像。很喜欢嫌别人，很像我一个朋友。谁？他说：“哎，你今天穿好像漆油漆的。”是我一个朋友。对，很讨厌，因为你想想看嘛，你跟他出去，你讨不讨厌你的男朋友讲说？你先怎么穿？你先等一下，你先这个不好。你先 stop， 先 stop。你讲，没有很多人都在没有称赞，很多人这样，少数少数。那可以示范一下吗？是不是？称赞一下我啊！体内之神哎，你看我刚刚看到玛丽亚手，哎，怎么转这么快？等一下，没有称赞吗？差别在于职场霸凌。少林木人桩体内之神哎，对，你还说人家少林木人桩多谢师，你还说多谢施主更严重。你懂意思吗？我泰森真的很会，就是直接讲出来，对啊，就是完全不会害羞，不会害羞，对，所以我们也觉得很舒服，很舒服，很高兴。对，对，所以我觉得你一定要学会多多称赞别人，比方说女生看男生也是要这样，哎，我觉得你今天好帅，然后说，哎，你怎么这样，就是很多人喜欢讲反话，故意说反话，你喜欢他，然后喜欢去讲，像蔡哥也是喜欢讲反话，就讨人厌了嘛。你蔡哥，比方说你喜欢杨，你就讲说，哎，杨，我觉得你今天好漂亮，很喜欢。然后说，哎，其实我觉得你还好。那听完你是哪讲嘛？枪不枪把打死？我替蔡哥辩驳一下。对啊，蔡哥并没有这样，他没有这样子。蔡哥对杨洋他是不敢讲，但他会去讲玛丽亚跟小青蛙。对，然后他们两个就是一肚子火，然后一对啊，不是。你当然是，你像我跟小青蛙，有些时候是难免会，就是大家都这么熟了，会好像是这个自己的小孩子一样。但是问题是，好的时候我还是会说，哎，我觉得你今天很棒，就是什么什么，嗯，还是要适时的去称赞别人，嗯，多称赞别人，就是一种美意嘛，人家一定会高兴的，是不是这样的？嗯，对不对？像比方说有些人这个穿了一双凉鞋出去，那你干嘛穿凉鞋，露着这样很难看？那你为什么不想啊？心啊，就多体贴的死哎！嗯，应该换一个角度去看，对不对？然后很多人觉得说，哎，你干嘛穿个迷你裙出去？你是要给别人看是不是？你要觉得说他去给别人看，人家又抢不走，你才觉得爽才对。你怎么会觉得说让别人看呢？我还巴不得除了裸光给他看啊！还是因为台哥是有自信的人，台哥讲的好像是哎。自信的人啊，自信的人录影都不，你录影都不关手机，太自信了。你跟我讲对不对？我觉得你讲的很像我孩童时期，对不对？你为什么看了一部 A 片的剧情？不是，你为什么要叫你的女朋友穿着一个那个晚礼服去游泳？没有道理嘛。她穿比基尼，应该觉得说哦屌，就她是穿比基尼，整个都快要炸裂了。怎么样？我马子 OK 了。好八九，应该是这样，偏八九。好了，就这样了。老八九。应该是刚刚的问题，就是因为可能是泰山刚刚说的，台湾人比较讲喜欢讲相反，对，相反。日本人是不会有这个现象，但是日本人是很害羞，也不好意思，所以讲不出来，夸张别人的话，对，所以如果是 straight 跟你说你今天很漂亮，会觉得哇。很多都是搞会这样子吗？对，很受宠若惊的感觉。对，因为讲不出话，自己心里会觉得，但是讲不太出来，害羞不敢说出口。对对对对对，这就是后来台哥在浅草分局分享的最后一个故事。他说，玛丽亚叫我要很直接的说称赞，后来就被抓去关。そうですね。おめでとうだけだよ。これ。おめでとうだけだよ。好了，行きます。なんだよ。行きます。騙された。行きます。はい。男性が日本の女の子と付き合いたいなと思ったら、はい、今の言葉真似していってほしい。本当ですか。いや本当本当本当。実はね、台湾の女性は付き合いたいですか。付き合いたい。
違いたい。違いたい。でも文化の問題とか、ね、多分話も違いますよね。そうですね。最高の質問。どうする？どう克服它？いや、そうですね。それ結構難しいですよね。ボディーランゲージ限界もありますし、あとはその文化がさっき言ったみたいに違うし、なんか怒るポイントってその国民によって違うじゃないですか。女の子、日本の女性って大丈夫じゃないのに大丈夫って言うんですよ。だから女の子と例えばデートしててちょっと疲れた感じの仕草が見えたりするじゃないですか。で、女の子に大丈夫って聞くと大体女の子が大丈夫って言うんですけど、でもその大丈夫の表情で本当に大丈夫そうじゃなかったら、いやそんなことないでしょ、デートやめて帰ろうかって言わなきゃいけないんですけど、大体の日本人は大丈夫って言われると、あ、大丈夫だったらそのまま続けようって言って後で怒られるんですよね。で、台湾の女性はどうですか、大丈夫って言いますか。台湾也有这种女生，也有会用，あるある、也是会有。あるんだ、あるんだよ。ある。女性は正解一緒。一样，世界都一样。そうかそうか。あと喧嘩するときにもういいって言われて、もういいんだって帰るんじゃなくて、やっぱもういいって言われても後ろから抱きしめないとやっぱ女の子って怒ります。直接去抱一下，这个感觉也是可以。但是有一些也是，你就是说就抱一下，他们男的呀，娘啊，也是会这样。外れみたいな感じ。外れ？うん。あ、美味しいですね。美味しいですね。美味しいな。梅。知ってますかこのこと。梅。梅。さすが知ってる。那这道菜就是我们金华轩的片皮呀、啊。片了皮以后呢，我们就会配上一些甜面酱，还有一些蔬菜，用饼皮来包着吃。这个是不管是在日本，还是在香港，在台湾都是非常受欢迎的。受欢迎到家。对对对。テレビ業界で あんまりなんか YouTuber をまた完全的に全面的に認めてはいないイメージ。そうなんですか。本当にそうなんですよ。で、YouTube をなんか始めたきっかけは何ですか。コンサバティブじゃないですけど、保守的なタイプで、もともとテレビから芸能界に入ったんで、正直 YouTube はちょっとこうランクを下に見てた。でもやっぱりこう周りのスタッフから、今のからの時代はテレビよりも YouTube が主流になってくるっていうことを言われて、で渋々やってみたのと、あとはこの僕はテレビで YouTuber が好きじゃないってことをずっと言ってたんですけど、でも実際 YouTube で結果を出したことがないのにそれ言ってたらかっこ悪いなと思ったんで、 YouTube で100万人の金の盾をもらって、その上で俺は YouTuber が嫌いだって言おうと思ってたら、まんまと3年間やるうちに YouTube が楽しくなってきて、タイさんももともと芸歴30年くらいのテレビなんですよ。完全にテレビ、はいはい、で今は全面的に YouTube になった、うん、最初抵抗動画なかったですか、そのテレビ見た人が。やっぱ YouTube ってテレビは誰でも出れるわけじゃないですけど、 YouTube って誰でもできるじゃないですか。あ、そこでそのプライド、僕は結構そのプライドが邪魔して最初はうまくいかなかったんですよ。そういうのありましたか。我觉得所有的表演在任何地方都是一样的，而且我们服务的观众，如果你在这里不喜欢我，或者说你在这里讨厌我，你在别的地方他也会讨厌你，所以你在这个地方他喜欢你，你同样的在别的地方他也会喜欢你，你的观众只会越来越多，不会越来越少，所以没有什么喜不喜欢或者是降尊于贵的事情。那我的原则是，我只服务喜欢我的人，至于不喜欢我的人 ，get out of here。会这样 ？Did you say get out, guys? Yes. If you don't like me, get the fuck out of here. Oh、That's、wow.、Right.Yeah, I can't agree more. If you love me, I love you more. Oh wow, I'm on the same page. I can't agree more. 日本ではその芸能人が YouTube に参入してあんまりうまくいかないことがあって、逆に YouTuber がテレビに出てもまだ、もしかしたら台湾と違ってまだ日本では舐められてるんですよ。そうです。 YouTuber 自体が大したことないでしょうと。だからお互いにまだいい関係ではないんで、2個同時にうまくやっているっていうのは少ないかもしれないですよね。果然像羅蘭德さん这样电视也很 OK、 YouTube 也很 OK 的人是非常少的，因为业界还是没有那么完全接受 YouTube。 他是一个比较开阔的人，不管他的眼界或者他的心量都是比较开阔的人。他如果不是一个开阔的人，他不可能做这么多的事，就是每一个事情都做得很好。这个是有差别的。我觉得做什么事情都要有趣，要好笑，要好玩。如果这个事情不好玩，那就不要做。
ドレノさんのチャンネルで3年前でなんかすでになんかちゃんとしてる形なんですかね、クオリティが高い。それはドレノさんは最初からなんかこういう感じでイコールハードルを上げてイコール考えてたんですか。まあ作るなら完璧なものを作りたいっていうのがあって、それをスタッフにも伝えてまして、まあかなり厳しく言ってたんですけど、ただスタッフたちとこう3年間やっていく中で、やっぱ YouTube を見る人っていうのが求めてるのはハイクオリティよりもよりこうなんかクオリティが高いものの面白さが高いものを求めてるってことを、まあ3年間理解し始めたんで。それでもなんか編集のレベルがテレビに近いですね。まあ、テレビのスタッフが作ってくれてるんで、もともと僕のことを密着してくれたスタッフたちが作ってくれて。あ、そうなんですか。であそこにいるスタッフ、あの台湾出身のスタッフなんですけど。台湾出身なんですか。毎回中国語翻訳を入れてくれてるんですよ、台湾の人に見てほしいと。あ、なるほど、そうだったんですね。でそれがこうやってまあ僕が知ってもらえてるきっかけ、皆さんに。你教那个罗兰上几句那种，像他刚教你把妹的日文，你教他一些你觉得不错的中文。比方说，在一个场合，在吃饭的时候，我请问可以跟你照一张相吗？可以，照张相吗？对，可以，照张相吗？我想吃你的茶，我想吃你的茶，我想吃你的茶，你的茶。我想吃你的茶。我想吃你的茶。これは何ですか？あなたのお家に行きたい。我想去你的家。我想去你的家。我跟你讲，我想去。我想去你家。你的家。的不要。我想去你家。そう簡単ですね。我想去你家。我想去你家。OK OK 吗 ？OK 吗 ？OK。そんな早いですね。簡单了哟，太简单。或者下一次的时候可以说，下次一起吃饭吗？下次一起吃饭吗？吃饭吗？哦，いいですね。いいね、いいね。いい言葉をたくさん。写真とご飯と、そしてお家に行って。そうですね。で最後 OK まで。まあいいというか。最後、まあストレス発散。まあ例えば本当に結婚してて、で。その旦那とうまくいかないから、それをどうしたらいいか、人生相談みたいな。あとはまあ仕事がうまくいかなくてとか。だからあの女性のお客様だけじゃなくて、僕結構男のお客様、あ、え、そうなんですか。結構いるんですよ。で、じゃあなんで来たんですかって聞くと、いや仕事がうまくいかなくて悩みを聞いてほしいんだ。そういうなんか男性のお客さんなんか一割します。いや僕半分半分ぐらい。マジで？マジで。这样子想起来，他的店比较不像是一般的公关的店，比较像一个诊所。もうクリニックですね。Psychologist 心理学家、他算是一个。クリニック、いや僕に関しては多分そうですね。あの他のホストたち、新人の子たちとか若手の社員たちはやっぱりまだまだそのカウンセラーにはなり、クリニックにはなりきれてないんですけど。很好奇问他，就他比方说十八岁考上大学，立刻自己就决定不读，是什么样的力量让他决定说我进了东大我还不想读了？アルバイトしてたことがあるんですよ。その大学に進学するちょっと前に、その時に、だけどまあ上司がすごい嫌な人だったんですよ。これやれあれやれとか。で結局僕仕事がそんな覚えられなかったんで、1週間でクビになったんですね。その時に僕はやっぱりこう誰かに使われる側は合わないなって思いましたし、誰かをこう将来雇う側にならなきゃいけないなっていうふうに思ったんで、そうなるとやっぱ大学でこうずっと勉強して普通の会社にしか行けないなっていうのがあったんで、独立する前提でホストっていうのを。その勇気がいるんですね。まあ勇気いりますし、まあその日本ってすごい学歴を大事にする社会なんですよ。どんだけ成功してても学歴が低いとバカにされたりとか、でこうやって食事してても、あなたどこの大学に行きましたかとかよく聞かれるんですよ。まあ大学を辞めるってリスクのある選択だったんですけど、でも僕あのどこの大学行きましたかって言われたら、あの僕大学は。学校は行く側じゃなくて、あの立てる側なんだって。かっこいい。他这个给我太大的震撼。意思是说，他问他说你念什么大学？他说我不是念大学的人，我是盖大学的人。所以他实际上他对了人他好像讲过这个名字。实际上他有去一些国家捐学校，这倒是真的，这倒没反对的可以。嗯，对，日本真的会，比如说你已经很成功了，然后就闲聊到说，哎，你是哪个大学？说哦，我没有念大学，会不会瞧不起？会。我是14岁开始工作，所以没什么在认真上课。但是他们还是那时候会说，你不能高中毕业结束，所以你一定要努力去高中。撑完高中，就撑完高中。那你高中撑完了吗？高中努力撑完了，然后后来就是，哎呀，怎么长大之后就是问哪一个大学，然后哦，我因为从小就工作，没有去大学啊，所以哎，高中也有。
会被这样。嗯，是谁问你？家长吗？不是家长，就是一些人管理员，就是工作上遇到的人。哎、欸，真的、啊，工作上遇到的人会，有时候会。所以演艺工作的也几乎都会念大学吗？有些人会，有些人像三下之就会去，有去念明治大学。明治大学，明治大学很好哎。啊，鸭场有大学吗？哎哎，师范大学，师范大学我也想去师范大学，感觉可以毕业。他是要当老师。哎，这谁是你的意思？像台哥这样子，当然台哥学历是很好的，可是如果台哥现在地位已经这么高了，假设台哥念的是比如说辅仁大学日文系这样。就被人家瞧不起不太可能的，因为他自己的成就已经太高了，没有人 care 学历。如果日本还会这样的话，我蛮惊讶的。因为有些人是只能拿来学历跟你讲，从下面讲话，所以就是这种人还是会有。从上面讲，怎么讲？就是高高在上看你，好笑好笑。对，高高卒業だけ。对，因为他其他地方可能赢不了我，所以才会这样讲话的人是还是会有。私は東大だよ、東大だよ。哦，すごいですね。すごいね、そう。对，希望被成长。すみません、繰り上げどうぞ。そうなんですか。所以其实学历也不能说不重要了，就是说。学历他是这样讲，就是你看你在学校里面有没有真的学到什么东西。但是如果说，你很小就出来工作的话，你其实你比别人更多了几年存钱的这个经验。嗯，也就是说你可能经济能力上面可能，如果你规划的好的话，可能会更好。对，就像以前我们会有那个所谓的技职教育，有没有？嗯，就是有人可能高职，他家庭的环境不允许他在念大学啊，那他可能高职毕业，但是他读的这个高职是很棒的，然后他之后可能18岁他就可以工作，就可以投入这个就业的市场，所以你到22岁才投入，你中间就短了他4年，是不是？他也很可能就到一个程度以后，他可能就在那个公司里面就站到一个位置，也不是不好。我觉得最主要是看你自己，如果你在那边读一个很混的，就混完以后那也没什么意思。我比较倾向这样，这个应该也是比较没事的想法。对啊，就看自己的兴趣。而且我特别觉得会念书跟你出社会之后把你的工作做得很好，完全是完全两回事，两个学问。所以我告诉你，很多读书读得很好，出社会一无是处。是啊，那或者他工作做得超级棒，可是你叫他面对考试卷，他就是不会。对，那我觉得最主要还是一个学习能力的。对啊。然后还有一个，如果你学历读得很高，你愿不愿意所谓什么纡尊降贵，你没有这个问题。但是问题说，你愿不愿意真的下跟大家一起从基层干起，这个也是很重要。不管你是从什么时候，你看 K 董有没有，我们上次跟他聊天，他家世这么好，他是从最基层干起的，他爸把他丢到最基层去开始干，去历练，一定是这样子。你不可能一开始你就是开始蛤，你蛤还要先被蛤过，要才知道怎么蛤别人，对不对？我现在这么会蛤，就是我以前小时候被蛤惨，所以我现在很会蛤。哦，有历史，是不是这样的？就是这样，太有道理。对，继续了，好，继续。行吗？哎，我现在就应该把这个工作给辞了。哎，我现在就去他的店去上班。哎，威廉还在吗？你叫他现在就去办休学。出发嘞！就那种。他不能在别人的下面做事。不能做事。对对对。是的，是的。まあさっきも言いましたけど、僕サッカーがすごい好き。あ、そうです。なんですよ。で、サッカーでまあプロの選手目指してたん。割と強いチームにいたんで、チームメイトたちはもう何人もプロになって、テレビつけたら、まあその同い年の一緒にサッカーしてたやつが、もうスターのようにこうサッカーの試合してるんですね。で、それ見て、あまりにも悔しくて、どうにかして人生変えたいけど変え方がそんなに分かんなかったんですよ。日本には人生を一発逆転できる学歴とかも関係ない業界がまあ、もう一つがまあ音楽業界。ね、スポーツ業界、そしてまあ水商売、まあホストとかあのキャバクラっていう文化もあるんですけど、キャバクラとかに代表されるその水商売の4つしかもうないなと思って、その中の4つの中からまあ音楽の才能もなかったですし、まあその芸能人になれるってなった時に本当にゼロからスタートできるのがその4つの
中で一番歌舞伎町 の, その水商売ホストっていうのが一番最初に歌舞伎町ホストになりましたね。我觉得这个就是一个，如果一个人不是有真诚的态度的话，他不可能会站上一个高度。我觉得我们现在看到他是成功的一面。如果说他当时辍学他不念，后来他遇到挫折失败，他怎么面对？いやまず最初に僕まず成功したとはまだ思ってなくて、まあいろんな人からこう成功してますね成功してますねってこう言ってもらえるんですよ。もちろんそれは嬉しいことなんですけど、例えば歌が超上手い人だったと想像してください。もうめちゃくちゃ歌が上手くて、最初のワンフレーズ歌ってる最中にあすごい上手って褒められたとしたら、上手いの分かるけどサビもっとすごいからちょっと静かに聞いててくれって思うじゃないですか。それと同じで僕は今いろんな人が成功してるって、もちろんさっきね成功してるって言ってくれて嬉しいんですけど、この後もっとすごくなるんで、もう少し静かに見てくれたらもっと驚かせられますよ。我觉得这个很棒，因为我觉得这就是我们常讲的英雄不怕出身低，所以其实没有什么高低之分。我们是从哪里来的，我们就要感念我们原来是从哪里来的一个源头，这就很重要。台长，那我先跟现在跟Nolan讲说，你帮他准备了一个特别的甜点，你要出去拿一下，然后就进来送给他。那个台长がスペシャルなデザートを用意しましたので、自ら持っていきます。少々お待ちください。お願いします。楽しみにしますよ。お願いします。どうですか、台さんどうなんか。いや面白い、なんか日本語も上手だし、あとはそのなんか大体その返し。僕が何か喋った時にあんまりこう返してくれない人が多いんですけど、そうなんですか。そう、なんか自分の意見をちゃんと言ってくれるんで、この言葉のなんかキャッチボールができるからすごい楽しいですよ。ありがとうございます。すごくレベルの高いこの会話ができる方だなっていう。そうなんですか。本当に思いますね。え、どうぞ。うわあ、なん、え？うわあ、そうですね。いやあ、ローランドいる、ローランド。ローランドいる。いやいやいや、何これ。これ気になって全然入ってこないけど、これ気になって入ってこないけど、どうですか。いやすごい、ちょっと見せてください。なんか何ですか、後ろでも、いやホストみたいじゃないですか。ホストみたい、似合ってます、似合ってます。ホストみたいですか。ホストみたいですか。どうですか、このツーショット。実は私たちのチャンネルでよくなんか人の職業になりきるというシリーズがあるんですよ。一日経歴って言うんですよ。で、よければ、日本に行ってローランドさんの店で一日ホストクラブというコラボはどうですか。いいじゃないですか。ホストやってみますか。できますか。今まさにそれの面接です。面接してください。面接してください。はい、そうです。待って待って、今気づいたけどこれ。すいません、これ恥ずかしいですね。いやいや、これ、いやすごい、なんかそういうカラーのインナーかと思ったら、すごいなんかこの、ちょっとちょっと面接厳しいかもしれないです。すいません、厳しいですか。今ホストはやりたいですね。なるほどね。そうですね。でもね、日本語はちょっと下手ですね。いや、そんなことない。お客様に一緒にお話の時はちょっと緊張しますので。ダンスとかはどうですか。ダンス、そうです。ダンスあちょっとダメかもしれない。ダメですか。ダメだったのかよ。もう一曲、もう一曲。ちょっとダメかもしれない。これもダメなの。でもインナーが荒れすぎてちょっとなんか入って。で、僕このサプライズをいただいたじゃないですか。僕も実はサプライズで持ってきてるんですよ。お、え、本当ですか。そうなんですよ。太陽に上様。あ、そうか。サプライズを僕もプレゼントせっかくお会いできるんで、はい、ちょっと持ってきまして、今の状況すごいぴったりなんですけど、僕実はこう洋服もね作っているんですよ。で、このロングの T シャツで、まあこれは僕ミニマスというブランドやってまして。今天特地穿来的，穿来ミニムス。ミニムス。ミニムス。すごい。なんでなんなんだろう。怎么样？听听。他的那个 minimus 的意思应该是因为他是一个主张极简风的人，就是他家里只有一件外套、一件衣服、一个裤子，然后多余的东西都没有。那个 minimus 应该是极简。我也是这样子。不是，因为全部都是邦邦桑那边。你的逻辑比较不像，你是勤俭风，他是极简风。你家只有一件外套、一件衣服、一件裤子是你自己买的，剩下的全部是干来的。然后他只有买一件衣服、一件衣服的裤子。你今天讲这种话，极简风 VS 你说你讲，对对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 对これだとなんか透けない
で。ありがとうございます。はい、こちらね。Thank you. Thank you. Thank you. OK。边吃我边想问他一下，我用哪个造型就是去体验一日男公关比较好？あれ難しい質問ですかね。あれもかっこよかったけどちょっとカジュアルすぎるし、これはちょっと攻めすぎてるから、ジャケットはでもかっこいい。中シャツ着たらもう OK。か白のこういうシンプルなやつ。ちょっと待って、わかりました。はい、そうですね。すみません。なに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 、ちゃんと変えてきた、ちゃんと変えてきた、ちゃんとこれは何、あーでもいい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 いですか、いいいい感じ、いい感じ、いい感じ、これ合格です、合格です、合格ですか、これで合格ですか、我需要戴戴这个头发吗、还是用我原来的头发、髪型ね、いや髪型、あ元の方が好き、元の方が好き、なんかすごい新人のホストみたいな感じに見えるから、新人のホストがそういう髪型よくするんですよ、わかりました、ちょっと待ってね、ビアレチケ、もう行かないで、お願い、あーそうそう、それ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 ですよ、でこれこれかけてみて、これね、おお、ありがとうございます、これね、シェ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 、おお、はい、そばになりました、マフィア、マフィアマフィア、ジャパニーズヤクザ、兄貴、どこに行きましょうか、いやそれですね、いいんですか、うん、すごいますね、可以呢，我们完全为我们完美示范了一副眼镜，在不同的人身上有完全不同的效果。ダンス、あのダンスはかっこよく見えるもん、なんか今だったら。チャチャ、チャチャです。チャチャ、チャチャ。ありがとうございます。はい、ドランさん。はい、ありがとうございます。似合ってましたよ。而且我觉得他今天在他身上让我找到了自信。让你找到了自信。そうです。比方说我在演艺上面我可能有自信，但是不见得在这个行业我会有自信，所以我会在他的身上找到了我可能在新的领域里面的自信。自信、自信に関してのね、講義を僕があの台湾のね会社さんと一緒にコラボで。自信を持てずに悩んでる、まあそんな人多分たくさんいると思うんですね。でそういう人たちに向けて、まあどうやったら自信をこう手に、そして自信を手に入れるとどのように変わることができるのかっていうところから、人間関係でうまくいかない人に向けてのまあ内容だったり、仕事でうまくいかない人に向けての内容だったりっていう、たくさんの僕の考えを詰め込んだそんな教材がですね、PPA さんから販売されますので、おー、はい、なるほど。哦，他会在台湾开一个这样的课，すごい idea ですね。你们特地越过重洋，请日本的ロランドさん替台湾的人做这个课程，すごいですね。全く自信のない付け方、わからない人でも見たら何変わったりします？あの変わるきっかけになると思いますし、まあ今日あのお話しさせてもらったじゃないですか。でその中でもいろいろ自信に関しての話とかもしたと思うんですけど、教材の中の本当10分の1ぐらいしか僕お話まだできてなかったんで、今日この番組を見て、あ、ローランドの考え方面白いなってちょっとでも思ってもらえたら、それの詳しいバージョンが教材で見ることができますんで。最後我想说还是很祝福あのロランド先生、希望祝福他跟他的员工、希望他能够把这个幸福感啊带到台湾来，让大家都会觉得知道他的人生观对他们有所帮助。皆さんもスタッフの方々もありがとうございました。ありがとうございました。谢谢，谢谢。下班去吃饭，成功。ではローランドさん、ちゃんとした交際、特定な対象をした一回もしたことない。ない本当ですか？うお、大概他没有交过女朋友。あ、本当だ。他没有认真的交过。哎，我可以介绍我们节目的女主持人给他认识，将来有没有机会一起做一个相亲的节目，做一个类似于像老司机巴士这样的一个节目？啊，巴士节目。台湾的人ともし付き合うとしたら、言葉通じないかもしれないですけど、やっぱ愛情の伝え方ってこう一生懸命。中国語を勉強してる姿だったりとか、なんていうんですかね、まあちょっと手紙を書くとか、なんかそういうところで表せると思うんで、僕は言葉の壁とかはそんなに気にせず、もし素敵な女性がいたら、メニューがいたら、あのアタックしたいなと思います。粉丝ですか。はい。なんだよ。良かったですね。すごい面白かった。ありがとうございます。ありがとうございます。哎，我真的觉得我们应该去拍一日男公关。嗯，有一点出圈呐、啊，因为我们是完全是政治最正确的一个节目。嗯。去拍这个是有点出圈，可是我觉得应该会是一个不错的。其实也没有什么，因为我觉得每个行业其实都有它这个怎么讲存在的一个价值，因为它比方说它如果没有这个价值，它也不会存在在那边。你说是不是这个意思？
对不对？所以我觉得，如果能够去体验一下，也算，算是一个解密吧，对不对？那我们平常就对这个行业很好奇，可能可以去认识一下。而且很多人都没有去过 ，Maria 她只待到过那。我没有去过，很想去看看。说的是。对，如果他想跟 Roland 上同一个店的话，就很想体验。其实我如果说达哥跟我一起去的话，可能就会有一些竞争了。如果达哥跟我去，可能就在就比方说今日冠军。他一定会有一个今日冠军赛嘛，就说什么，我说泰山一到下一班三个啊，说是什么赛，然后很忙的，一直跑来跑去跑来跑去。真的吗？然后可能就可能当时上他很忙，一直在跑来跑去，所以我就。真的不识货吧，然后。哎，这个很期待。假设玛利亚哥，同门的经理那个在那里的，那个哈斯泰根，奥斯托克莱布，第一次去南公关俱乐部这样，然后跟你讲说啊，又诺奥斯斯梅嘛，一个是很有成功经历，然后谈笑很幽默，懂日文的一个成熟魅力的一个。哦，对，因为他不知道是谁嘛，对。推荐你。另外一个是说，这个比较特殊，他是不太会日文，对不？非常にあのイケメンというか有点亚洲巨星这样的感觉，然后肌肉很多，腹肌，然后很高，这样的话你会怎么选？这两个你要选哪一个？后面不是，因为你现在有先入为主，不行，重来一遍，要洗掉这个观念。洗掉。这两遍，一个是美，你要用日文问跟他讲，很有那个社会成功経歴がなんか経験が多い人ね。幽默啊，我对，等等，我全部讲日本观众听。对，而且我听得懂。对，很有成功经历，然后还有人生哲学，讲话很幽默，技术很高超的一个。然后最屌的是，这个男公关继承罗兰的精神，他咬舌头，他不喝酒。哦，他不喝酒。不喝酒。然后另外一位是，很遗憾，不好意思，跟这位日本的客人说声抱歉，他不太会讲日文，但他很帅。会让你有全身 full of the energy 的感觉，然后稍微小酌一点，然后身高很高，肌肉很多的，你会怎么选？第二个。不是，你再听一遍，因为你刚刚可能有先入为主的，没有，你已经知道谁是谁，没有，反过来想，没有，我懂顺序的问题，顺序问题，讲，从两边。那个客人，我叫什么？第一位是呢，很抱歉，他不太会讲日文，刚来打工，好，然后。只会肢体动作，但他长得蛮帅的，有一种亚洲明星的感觉。然后他算蛮会跳舞，这样，然后身上肌肉很多，好，肌肉很多。第二位稍微再形容多一点。第二位呢，不得了了，他日文算是蛮不错的，然后他有很多的成功经验，然后他可以解决你人生的烦恼，你总有一些压力嘛，他可以跟你分享他的看法，帮你做 counselor， 帮你做。顔はどうですか？脸算是那种。大家很喜欢的，大家很喜欢，很像泰秀萨卡巴大众酒厂的脸。泰秀萨卡巴，几个巴士？然后长得像大众酒厂，几个巴士？然后算蛮有个性的，蛮有个性的。然后身体其实算是蛮 ganky， 算是 ganky， 哪一个部分？蛮有 ganky 的 ，ganky 的，很 ganky， 然后很懂看 pony 酷啊西，很懂中医中药。那你会讲很会讲话？所以如果你对他有任何中医药身体上的疑问，他还可以顺便帮你看诊，算是很加分的。对，这样第二位，那这样怎么选？第二个你一样，你觉得是哪一个？第一个不是，刚好不吃康普，真的吗？すいません，刚好我是没有康普，すいません。我问你一下，刚刚你这样听以后，对不对？第一个他是有亚洲明星脸，第二个他是成熟稳重型，那你会选哪一个？我第一个。第一次选第一个，那第二次再讲一遍顺序。第一个他是很成熟很重要，很多成功经验，然后他很会分享他人生的故事，而且他很有幽默感。第一个是这样，第二个他没有什么，他就长得帅，然后什么都不会，这样的一个人，你选哪一个？第二个。你会他会不会做节目？但是如果我来过一次，发现他什么都不会，只有帅，那我可能下一次就会想说，我找第一个。第一个，然后第一个就刚好又来到现场，哎，那下面上次看到就这样，然后你会怎样？然后我就要去找谁？先上次那个在不在？难道呀？难道呀？千机的，那是你妈谁的呀？我嘞，不是这个答案都不对。但因为我们是付钱来这边，不是因为你们。
他说我担心啊，五六的事。平常做球赚钱就算了，今天我是付钱。五六的话，五六的话，两个都选，两个都选。五六的话可以体验看的，五六的可以体验。割引的，割引，五六的算了，你割引可以收到钱的。我摸石头呢。好笑，好笑，那我笑一次呢。可以，可以，可以。感觉可以挑个机会去拍一下，蛮有趣的。其实各行各业，去了解一下也蛮有意思的，好不好？那有机会的话，真的可以去拍一下，是，对不对？看看。其实我也会害怕，说到底能不能够这个接得住，怎么跟人家讲话？我看，就台哥一定可以耶，台哥的日文应该可以，对，日文不行，真的很好。反而要担心达哥的日文，台哥日文真的很好。万一有一个亲身线进来的一个欧巴讲，耶，我念呢，机会不高，这会不会也不会也听不懂？日本人也听不懂，对，连日本人都听不懂。すいません、青森ピンですか？青森です。あ、すいません、津軽ピンです。需要丰田君，亲身的人。面白いな。そうです。はい。はい。那今天时间刚刚好，完美的一天。干杯，キナ。谢谢大家，好不好？那我们这个这周还蛮欢乐的，这周蛮欢乐的。那他们从跳舞开始，都真的很欢乐，很欢乐，很好看的一集，开心的一天，好不好？对，我的心呢，希望下一周大家我们就再开心一下，好吧？谢谢大家，那我们特别感谢 OPPO 对我们的支持，好不好？还有好多要感谢 Epidemic Echo 上，谢谢大家，欢迎大家收看，下周见，拜拜，拜拜，下周见。请一定要订阅木曜，还有要订阅我们每一个人哦。订阅什么？我绝对不会去订阅什么野人七号部落格。野人七号是部落的，公器私用嘛。请订阅木曜。